はい、どうも、こんにちは。今回、また殺人探偵ジャック・ザ・リッパーを続きからやっていこうかなと思います。前回は、まあ、とりあえず、まあ、この画面で思い出す限りだと、息子がね、息子ってなんだっけ、ダリルか。ダリルが、実はメリルだった。まあ、ダリルが実はメリルだった。そのダリルが、まあ、親を殺すとこまで来てしまったと。なんか自分がね、まあ、俺はメリルじゃない、ダリルなんだってこう、まあ、メリルという人格がなくなってる、弱くなって、ダリルっていう人格が新しく出来上がって、だからそのメリルを否定したいダリルが、親からずっとメリル、メリル言われて、ちょっと、苛立ちがピークで、ちょっと親を殺してしまったっていう、まあ、それの続きからなんだけど、まあ、とりあえず読むか。アーサーは扉を破壊し、室内に飛び込んだ。その目に映し出されたのは、凄惨な殺人現場だった。このゲーム、凄惨好きだな。めちゃくちゃ好きじゃん。血の海に転がる人影はおそらく、兄弟でいいか、兄弟の父、ライリー・ローズと、兄弟の母、キャロル・ローズ。滑舌が。そして、あれ？これ使い分けてんのか？使い分けてるパターンか、これ。立ち悪いな。血の海に触り込む人影、薄明かりに照らされたその顔はメリル。これ絶対あれだな、使い分けてるな、多分。厄介だな、俺完全にもう前回終わるときも、ダリルぶっ殺してやると思ってさ その何、俺がそのジャック・ザ・リッパーに憑依して、ダリルを始末するっていうイメージで来てたのに、こうなられるとめんどくさいよな。だからメリルハテナになってるからね、多分これ演じてるな。まあ演じてるっていうか、多分無理やり切り替わったよね。メリルは結び泣き、謝罪を繰り返す。彼女の両手と服は血に濡れており、足元には血濡れのナイフが転がっている。メリルなのか。俺は気づいてたけどね。ワンチャンダリルじゃねっつって。彼の前にいるのはダリルではなくメリルのはず。しかしメリルの印象と現場の状況とは合致せず、アーサーは確信を持つことができなかった。探偵さん、うん。お父さんとお母さんが死んじゃった。まあメリルが立ち悪いと思う。ダリルが立ち悪いよね、本当に。だメリルに押し付けてんだよ、この現場を。メリル、メリルだったらとりあえず逃がしてもらえるんじゃないかみたいな。お兄ちゃんが殺したの、私も見てた、分かったの、声だって聞こえてた。どういう状況よ。でも私止められなくて。あ、まあまあ、一緒の人格だからな。やめるんだ、もう一人飲もうってなってんお父だよさんは私を罵って、お母さんは私を助けてくれなかった。な。ああ、厄介だな、お前。二人の二つの人格が一つの体にいるとは厄介だおな。父さんとお母さんにとって私は本当にいらない子だったの。でもそうだとしたって。これいらないのはダリルなのに、でもそのダリルのいらないようメリルが解釈してて厄介だよそれでも私、二人が死んでもいいって思うほど憎いわけじゃなかった。ああ。メリル、落ち着くんだ。ゆっくり深呼吸をしよう。ね。父さん、ごめんなさい。お母さんも。ごめん。私が全ああ。部悪いの。もう止まんねえ私わ。とお兄ちゃんが。止まんねえ。こうなったら人は止まんねえよ。おえつを漏らしながら、メリルは床に落ちていたナイフを握り直す。その切っ先はメリル自身に向いていた。自害するな。おい、自害するな、お前。切腹すんなや。まあ、そんな気持ちもわかるけど。バカ、やめろ。謝罪を口にするメリル。彼女の思惑に、思惑か、思惑に気づいたアーサーが慌てて叫ぶ。まあ、きついわな、本人もな。メリルはナイフを振り上げ、自らの下腹部に突き立てようとした。だが、ああ、ダリルが変わるんだ。ナイフの切っ先は寸前のところで止まり、彼女の下腹に食い込むことはなかった。なんか顔よ。メリルの顔よ。メリルハテナの顔よ、今。何これ、中間取ったな、いい感じに。メリルの顔は絶望に歪み、涙をこぼす目が閉じられた。来た。再び開いた目には暴虐に満ちた光が宿る。メリルの悲しげな表情は一瞬のうちに残忍さをはらむ競争へと変化していた。その顔はまるで別人。でもさ、ぶっちゃけさ、メリルももう、死ぬことを決意してるわけだから、もうそれは行くよ。俺はもう選択肢が来たら行くからな。お兄ちゃん、うん。
まさかドリルローズ。あるよね、二重人格が主人公のさ、なんかゲームなりなんなり話っていうのはさ、敵にも二重人格いがちだよな。敵にも二重人格出がちだよな。メリー、老いたはいけないな。うん、俺たち兄弟は仲良くしなきゃ。そうだろ。絶対前都合よくメリル使ってんだよなこいつ。今まで一緒にやってきたじゃねえか。うん、なあ、お前まで俺を邪魔者扱いするのかよ。これさ、こんなにでもさ、人格ってさ、新しい人格ってそんな、こんな完璧に生み出されるもんなの？ぶっちゃけもっと不安定になるんじゃないの？まあこれすでに不安定って言ってもしゃあないけどさ、なんかこんなにね、相反するじゃないけど。俺はいらないってのかよ。うん、メリル。何よ、あんまり迫力ねえなお前、メリル叫び声。おい、お、あ、いいね。いい絵来たね。狼のごとくダリルが吠える。お、いい絵来たじゃんこれ。めっちゃいい絵来てんじゃん。いいねこれ。彼はアーサーを鋭い視線で睨むと、血濡れたナイフを構え直し飛びかかった。メリル、もうやめろ。ここまで近づくとちょっと画質があるからな。ちょっと画質がな。メリルじゃない。うん、俺はダリルだ。ダリルだ。当たったな。あ、これとか綺麗だわ。邪魔しやがって。ああ、弱いくせに目障りなんだよ。あ、メリルがね、邪魔してきたんだ。邪魔するというか、まあ正当っていうかね、まあちゃんと正しい心を持ったメリルがね、止めようとしてくれたんだ。やはり路地裏の人殺しも君が。厄介だな。だったらどうした。お、いいか、何だと。もう俺たちは何にも縛られない。うん、俺とメリルは自由に生きるんだ。この俺とメリルはっていうのはなんかあれだよね。完全に人格が支配するわけでもないんだね。俺とメリルって言ってるもんな。やっと好きに生きられるんだ。うん、邪魔をするんじゃねえ。んだと。ダリルに気圧されてアーサーをまずのけぞるかな。わかんな。そのことに協力したのか、ダリルはにやりと笑った。俺たちを否定した奴らは地獄に送ってやった。うん、人殺しをした俺たちはもうどうあがいても元の世界には戻れねえのさ。まあまあバレてるもんな、お前がやったって。だったらこれからせいぜい楽しく生きようぜ。うん。ちょっと一個言っていい？この絵っていうかさ、このカットでこれ喋ってると思えないんだけど。このカットでこれ喋ってないだろう多分。あ、戻った。何のシーン今の。何のシーンよあれ。クライマックスじゃあのシーン出てくんの。なんであのシーンになってからまた戻ったん。この向かい合った、また平和じゃんそんなの。ダリルは血の海の中でナイフを転し、狂ったように笑い出す。しかし、そんなダリルの表情が唐突に悲痛なものに変わった。メリル来たね、また。そうね。そうだったわね。は？この手はもう、人殺しの手。融合しそう。ああ、メリル。メリル。ああ。音楽もいいね。そして、症状の方に一つの涙が伝わった。あ、これ、あれじゃない？ダリルにも響くんじゃない？もしかしたら。探偵さん、お願い、私を殺してください。メリル、そんなことはできないよ。メリル、この前の依頼の続きです。お願い探偵さん。メリル、殺して、私を殺して。そんな顔で言われて殺せるやつなんかいねえよ。これ以上人を殺す前に、ああ、私たちを殺して。メリル、正気に戻れ。メリル、ダリルやんそれ。もうそれダリルやん。もうダリルやって、それは今ダリルやん。アーサーが抜いたナイフによって突き出された強馬が受け止められる。そのまま彼は力ずくで弾き返す。メリル、単純な力比べではアーサーの方に分がある。まあ元は女だ、元はっていうか女だもんな、力的には。
タレルは一旦アーサーから距離を取るとナイフを構え直した。まあ技術の女だからね技術は高いかもしれないけど、やっぱ力比べて言うとね、やっぱね。何をバカなことを言いやがるんだメリル、さっさとこいつを殺してずらかるぞ。なんだとタレル、お前メリル、ダリル、はあ、君たちは一体何者なんだ。お前と一緒やって、まんまお前やって、お前やってお前が一番わかるやろねえ。まんまかぶってねえキャラがアーサーとメリルかぶってるし、ダリルとリッパーかぶってんじゃん。考えろ、お前も同じじゃん、ほぼ。おいアーサー、考察は後だ、俺に体を譲れ。それだって絶対メリルも多分ダリルにそう言われてるって。一緒じゃん。ダメだ、お前は殺すだろ。メリルをやらせるわけにはいかない。は？甘いんじゃねえよアーサー。おい、今の涙でお前はもうそんな同情したのか。おい、メリルの願い聞いてんのか。お前は本人が死を望んでいるんだ。そうだよジャック、言ってやれよ。止めてもらいたがってるんだよ。おう、てめえはそんなこともわからねえのか。もうそれが一番苦しいんだよ。もう仕方ないよそれは。だけど、そんな、しゃあないんやって。俺も死ぬんやから。ダリルがね、優勢になったら俺も死ぬかもしれんのやから。ジョーちゃんが言ったろ。そうだ、こいつらはもう人殺しだ。これ以上殺す前に止めてやるべきだ。まあただ一つ確認言わせてもらうけど、これゲームだから俺もね、俺がね、いきり倒してるだけで現実世界だったら多分殺さないんで多分ね、さすがにゲームだからいきり散らかしてるだけで。人の役に立つんだろ探偵。そうだよ、もうそれが願いなんだから。僕は、あ、洗濯来るぞ。早く仕上がれ、来るぞ。でもジャック、僕は、俺にはさ、メリルダリルといえど体はメリルなんだよ。そんなメリルを俺は殺すわけにはいかねえよ。よこせあ、いや選択肢、いや選択肢え、いや選択、え、ああ、え、これ今までの選択からもう派生する感じ。あ、選択で派生じゃなくて、今までの選択でもう派生決まってる感じか、これもしかして。これもうあれか、とりあえず一生はもうジャック・ザ・リッパールートで来てたのかな、もしかして。まあ確かに赤の方が多かったけど、俺の今までの選択は。赤の方が多かったけど、まさかそういう感じ、このゲームって。あ、もう決まってた。俺も完全にもう、なんていうの、ごめんメリルって言った後すぐもう殺す選択肢選ぼうと思ってたのに、そういうノリで振りでやろうと思ってたのに、もう決まってるじゃん。マジか。そういう感じか。無駄な演技してしまったな。彼は死ぬれたナイフを振るうと静かに鞘へと収めた。めっちゃ血ついてるけど大丈夫か。お前も疑われるぞ。両親の隣、血の海に倒れ込んだメリルへとアーサーはふらふらと近づき膝をつく。メリル、僕は、彼の呼びかけにもメリルは答えることはなかった。まあ、ダリルかメリルか、まあメリルだよな。しかし、全滅。まだ生きてんのかよ。突如目を見開いたダリルがアーサーの首元を掴む。血の気を失ってはいるが、ダリルの舗装伝説込められた力は体格からは考えられないほど強いものだった。よくも、てめえさえ。てめえさえいなければちょっと待って、アーサーの小刻みが面白い。アーサーの小刻みが面白いからやめてくれんかな。そのなんかもう安い動きやめてくれんかな。安い横揺れやめてくれ。やめろメリル、もう安い横揺れやめてくれや。無駄に揺れすぎなんやって。黙れ、俺はダリルだ。やめてお兄ちゃん。無駄なあがきはよせよ。おい、変わったね、目の色が目の色が変わったね。すごい。ジャックがつまらなそうにつぶやくとアーサーの腕が動き、ナイフを引き抜く。おい、まさか、もういい。お、やめろ。選択肢来るかな。聞こえねえな。来ないな選択肢。ちくしょう、あごくんじゃねえや。おい、あ、んだとこら。終わったぜ。よくやったよジャック・ザ・リッパー。
様。お前はさ、アマちゃんなんだって。本当にお前は心から、お前死ぬかもしれなかったんだぞ。おい。おいおい、そんな顔するなよ。なあジャック。助けてやったじゃねえか。ジャックにさ言ってやってくださいよこいつ。こいつアマちゃんっすよ頭ん中。頭ん中くるくるパーっすよ。俺様に体を譲ったのはお前だろ。ああ。何を言ってやってくださいよ。被害者みてえな面をしてやがる。ほんなあ。ねすぐ罪譲ってんじゃんね、俺やってねえよみたいな、ジャックがやったんだろみたいな、はもうそんな覚悟で譲んじゃねえよ。僕は人殺しになりたくない。ああ、だけどああしないと。じゃあいいじゃん、そう思ってんならいいじゃんね。別にアーサーはメリルを殺した。それは彼女自身の望みであり、ここで止めなければまた人を殺す。だからこそジャックに身を委ねたのだ。しかしアーサーが殺人を認めたことに変わりはない。自らの選択でメリル、そしてダリルを殺めた。その事実が彼の心に重くのしかかった。滑舌が悪いかもな。喧嘩は後だ。ああ。それより今はさっさとこの場をずらかるぞ。まあまあそれがいいと思う。しかし闇雲に逃げるのは感心しねえな。何すんの？もう一丁働くとするか。何すん？何頭使うの？何を？証拠隠滅さ。うん、お前さん。捕まりたいのか。どうやって隠滅すんの？ん？言葉に従い証拠を消して逃走する。証拠を隠さずロンドン試験実施する。バカか。下の選択バカか。お前バカじゃん。こんなの捕まるって、割と捕まるって。お前だって俺が全員殺したみたいに見えるやん、そんなん。どうしよう、当たり前だろお前。ジャックの指導のもと証拠を隠滅したアーサーは周囲の住人に目撃されないよう闇夜に紛れつつローズ家を後にした。自首するって。もうゲーム終わるの見え見えじゃん。まあそりゃそうっすよ。選択してよちゃんと。夜半、夜半でいいのかな。なんとか探偵事務所にたどり着いた朝はソファー横になった。足跡は念入りに消した。指紋は手袋があるから問題なし。うん、コートの破片や髪の毛もまあ問題ないはずだ。すげえ、そこまでちゃんと考えてるんだ。さすがプロだね。お前警察の捜査に詳しいんだな。まあ経験からな。うん、伊達に年を取ってねえよ若造。うん、バレそうになった時もあったのかな。殺人鬼の経験からか。そうだよね、まあ、そうなってもおかしくないよね。多分こいつ殺人鬼じゃないぞ。殺人鬼だけど殺人鬼じゃないぞ多分。なんか過去にあるぞ。だけど、うん、現場を荒らしてよかったんだろうか。なんだよ、うん、お前が捕まりてえってのなら話は別だがな、うん、あの嬢ちゃんの願いを聞き入れただけだろ。まあまあそうだよ極論。確かにメリルは殺してと願った。うん、けどだからといって殺人が許されるわけじゃない。僕はまあまあでもそうだよな、普通の人間だったらそういう風に思っちゃうわな。殺人してしまったってなっちゃうよ。正しいよアーサーも。いいじゃねえか、うん、探偵なんざ後ろ暗いことやって一人前だろ。そうっすよね、ジャックさんやっぱそうっすよね。もう手のひらくるくるだから。自分を殺してくれというメリル自身の望み、涙ながらの願いを聞き入れ命を絶ったのだ。願いを聞き入れ殺人を犯した。それは罪なのか手助けなのか。まあ難しい話だよな。まあでも一般的にはね、私を殺してくださいと言われたら、言われてもねやっぱ殺さないのがやっぱねえ、よほどのことがない限りはね正しい答えだと思うよ普通は。答えの出ない呪文はアーサーの思考に深く泥のように沈殿した。それに結局、うん、メリルとダリルの兄弟は何者だったんだ。いや一緒なんでしょう。ふん、これは俺の想像だ、うん、今となっちゃ確かめる相手もいねえ、うん、話半分に聞けよ。何、お前の考察聞かせてくれよ。俺様の名推理によれば、うん、ダリルとメリルは同一人物だ。いやそうでしょう。お前あの現場で激しくダリルとメリルが切り替わってたら気づくだろ普通。確かに、うん、あのメリルの口ぶり、二人は全く違うけど体を共有していた。だがありえるのか。いやお前じゃんって。今のお前だってメリルは女だし、うん、ダリルは男だ、うん、シャーロット刑事はそう話していただろ。男の人格が宿ってるだけだって。メリルの嬢ちゃんに関しては
近くでゆっくり観察したからわかる、あれは間違いなく女だ、だがあのフード野郎ダリルに関しちゃ何とも言えねえ、小柄な身長に華奢な体つき、髪型に服装まで変えたとなりゃもうわからねえ、メリルが男装しているだけだとしても不思議はねえな。はいはいはい、そんな、ダリルが男だというのはあくまで本人たちの話やアーサーとシャーロットの印象から導いた性別だ。ダリルが男であることを確定させるものではない。ジャックの推測はアーサーの疑問を解決するに足るもので筋の通った意見でもあった。しかしアーサーはその推測を受け入れたくはなかった。なんで？自らを頼ってくれた無邪気な笑顔の少女が刃物を振り回し人々を殺して回っていたなどとは信じたくなかったものだまあ二重人格があるからまあそうなっちゃうんだけど、この文にしたら結構サイコパスだよな結構やよ、結構。メリルが芝居をして僕を騙していた、いや待て、おかしい。だからもうめんどくせえな、お前騙してたんじゃなくて二重人格なんだろって、めんどくせえわお前。もしメリルがダリルと同一人物なら、ダリルの調査依頼をする意味なんてないはずだ。二重人格でもう、それに関しちゃちょっと思いついたことがある。まあこれは完全な憶測だが、はいはいはい、奴らは二重人格者、そうでもなければ一種の精神錯乱だ。意もしない兄をいると思い込む妄想。そうす、もうそうじゃん、もう話聞いた気分、お前ら聞いてねえか。でもお前ら殺人現場に出くわしただけだもんな。まあまあ俺は見てるからね。二重人格、僕のように違う男の意志が彼女の中にも、そうだよ。メリルとダリルが二重人格である。少し前のアーサーなら一生に伏したかもしれない。しかし今は彼自身が類似した体験をしているため、メリルが二重人格だったとしてもおかしくはない。そう思えるようになっていた。またそれはあの笑顔の少女に騙されていたと考えるよりもアーサーにとっては受け入れやすい仮説だった。もしも彼女たちが二重人格としてだ、そういう経緯なら両親の殺害はメリルの本意ではなかったはずだ。まあまあそうだと思いますよ。誰の人格が両親を手にかけた。だとすれば自らの手で両親を殺害してしまったメリルの苦しみはおそらく深かったことだろう。自らの命を絶とうとするほどに、自らを殺してくれと懇願するほどに。メリルの気持ちを想像したアーサーは深い絶望感と息苦しさを覚えずにはいられなかった。ふん、親殺しや強盗殺人を犯したのはダリルで、メリルじゃねえ、自分ではない人格が相手を害し傷つけた、そう言いたいのか。まあまあまあ、でもまあ今の状況と一緒って考えればね、結局アーサーが殺してるんでね、ジャック・ザ・リッパーは殺してないからね。だが別人格の犯した罪は、そうだよ、誰が責任を負うべきだ。言ってやれ。ダリルもメリルも同じ体だ。そう、二人は同じ罪があるとは思えねえか。そうっすよ。それはまあわかるけど、アーサーの意見も、メリルが罪を背負うべき、ダリルが罪を背負うべき。いやこう言われたらダリルだよ、そんなん。こう言われたらダリルじゃん、そんなのねえまあ文脈的に言えばメリルなんだけどね。こう言われたら普通の人間ダリル選ぶよ、そんなの。まだ文脈に従おう今回は。理由や原因はどうあれ、これはメリルの体が引き起こした事件だ。そうですよね。だから責任を負うべきは、メリル。お前も意見くるっくる変わるな。体を共有していたダリルとメリル、同じ体である限りそれは同じ人間であり、片方の人格の罪をもう片方の人格も負うべきだ。アーサーはそう確信していた。まあこれ言ったということは同時にね、ジャックが犯した殺人であってもアーサーが背負うってことだからね。おお、つまりお前さんは体の持ち主が罪を負うとちゃんと言ったな、俺の今言ったことを。今回ダリルとメリルを殺したのはお前さんの責任ってことになるな。ちゃんと言ったな、今俺が言ったことを。言わなくてよかった、俺ごめん。ああ、僕とこいつも同じ、この男がダリルを殺したんじゃない。まあまあまあそうだよ、メリルとダリルを殺したのは僕なんだ、僕が体を譲った、僕が決めたんだ、責任を負うべきは
この僕だ。待って、このまま病んだりとかしないよね。大丈夫よね。なんかもうこのまま病んでゲームオーバーとかならないよね。まあそう気に病むなよ。お前はジョーちゃんの願いを聞き入れたんだ。そうだよ。それにあそこで見逃してみろ、うん、もうタガが外れてんだ、うん、奴らはまた人を殺すぜ。そうだよ。あの場でお前だって殺されてるだろうよ。そうそう、そうなったらもう止める奴はいねえ。そうだね。ジョーちゃんは一生後悔を抱えて生きていく。いや、まあこの最後に自分が全て語ってるよな。こう結局メリルが苦しむんだよね、ダリルが殺すたびに。あの優しそうなジョーちゃんが耐えられると思うか。うん、心を壊すか捕まって処刑されるのがオチだ。うん、時には散らしてやった方が本望の命だってあるのさ。まあまあまあ。メリルは自分の手で幕引きをしようとした、うん、ダリルは好き勝手に生きるための覚悟を持って殺した。お前はどうだ、アーサー・ヒューイット。ちょっと待って、あのさまあ今んとこちょっと30分近くやってんだけどさ、俺正直第1章終わるかなって、第1章終わるぐらいで30分経つかなと思ったんだけど、これまだ終わんないか、これなんか長いぞ。僕はメリルの役に立ちたかった、うん、でも終わりそう。そのためには殺すしか。今もこれまとめだからもう少しで終わりそうなんだよな。これやるか。40分とかなるなよ。アーサーは自らの両腕を眺める。そこにはナイフでダリルを、そしてメリルを殺した感触が確かに残っていた。僕は正しいことをしたんだろうか。まあ三角でしょう。まあ正しいと言われれば正しいし、正しくないと言われれば正しくないし。知らねえよ、うん、自分で考えろ。そうだよ、どう思うかだよそんなの。はい、読めません。〇〇のようなアーサーの問いをジャックは切り捨てた。しかし自分で考えること、それが答えだと彼自身も理解していた。あ、終わる。はっ、ちょっとクマあるな。忘れんなよ、うん、俺はジャック・ザ・リッパー。殺してでも次の殺しを止める、うん、俺にはそれしかできないんだ。人を救うにしちゃ俺の手は血に汚れてやがる。ちゃんとまっとうにお前やってきたんだよね、やっぱジャック・ザ・リッパー。多分悪いやつしか多分殺してないわこいつ。殺してでも止めてやることが正しいと思うか、うん、探偵アーサー・ヒューイット。なあ相棒、お前はどう思う。相棒、え、ここで終わんの？まさか。あ、終わりそう。ロンドン死刑により発見されたローズ家3名の遺体は、メリルが両親を監禁した末に殺害、その後自殺したものとして判断が下された。まあ、証拠隠滅が優秀だったんだな。両親に対する監禁と虐待の痕跡、殺害の現場状況からメリルによる犯行で間違いがないと断定。まあ、そういうもんだよ。ほぼそうだもん。さらに殺害に用いられたナイフや顔を隠すためのフード、家宅から押収された物的証拠からメリルが連続強盗殺人事件の犯人だと結論付けられた。ただし聞き取り調査により名前が挙げられたダリル・ローズなる人物については存在の確認が取れなかった。ロンドン死刑によればダリル・ローズの名はメリルが身分を偽るために用いていた偽名だと公表されている。まあまあそういう、それでも合ってるよ多分。合ってる合ってる。あ、元気だった。失礼します。うん、こんにちは、アーサー。元気？ああ、いらっしゃい、シャーロット刑事。うん、怪我の調子はどうかな。どうすか。おかげさまで順調です。はい、あなたがすぐに診療所へ運んでくれたおかげですね。うん、軽作業だけですが、もう仕事には復帰しています。何日経ったか分かんないけど。お茶の準備をしよう。うん、座って待ってて。はい、手短に済ますつもりですが。はい、ありがとうございます。また話しに来たの。まさか終わると思ったのに。メリルがあんなことになるなんて。もう終わると思ったのに。もうキリが悪いもん、うん、発表を聞いたよ。もう絶対終わるもん。終わりそうなのに終わんねえわ。ライリー・ローズ、うん、キャロル・ローズはメリルによって殺害された、うん、その後メリルは自殺。それが死刑の発表です。この言い方的にあれなのかな、本当にそうなんでしょうかっていうのかな。押収された証拠品には血のついたフードもありました、うん、あの晩襲いかかってきた人物はメリルだった。可能性は高いですが私には納得できません。あれだよね、ただここでアーサーがあんまり口挟むと、いやあれはメリルじゃないとか言い始めたら怪しいからね。なんで知ってるんですかって言われちゃうからね。ああ僕もあの後追いかけたんだけど空振りだ。そうそう、そういうのが正解だと思う。おお、
うまく言えたじゃねえか。いいね。お前さんの証拠は綺麗に消したから、ね、自白したって立証は難しいけどな。そんなに綺麗に消したの？本当にいいんだろうか。うん。いや、もう決めたことだ。もう自分を守る方に振るんだったらもう正直そうするしかないよ。考え込んでしまったアーサーに声もかけず、シャーロットは黙ったまましばらくうつ生きていた。結局、はい、ダリルとは何者だったんでしょうか。まあもう一つの人格といったところでしょうかね。どうなんでしょうか。ダリルというのは、うん、メリルが使っていた偽名だったんじゃないんですか。うまいなお前、警察から公表されたやつをうまく使ったな。そう考えざるを得ませんが、うん、私は以前確かにダリルと話をしていました。うん、あれがメリルの演技だったとは今でも思えません。まあ、だとすればまあもう一つの人格という可能性も捨てきれませんよね。もうわけがわからないんです。はい、私が話していたのは一体誰だったんでしょうか。うん、まるで影も形もない幻のような人物。シャーロット刑事。刑事、あ、すみません。うん、メリルの遺体が発見されて、いろいろと考えてしまって、あの夜、私がもっとしっかりしていたら、はいはい、僕も力不足が答えていますよ。うん、路地裏で襲ってきた。メリルだとは思いたくないし、おあの時に取り押さえることができていたら。うまいなお前、その顔でよう嘘つくなお前。嘘つく時の顔じゃねえもん。すごいわお前、お前演技うまいな。見てアーサーの顔、嘘つく時の顔じゃないもん。もしもの話はよしましょう。うん、それよりアーサー・ヒュイット、終わらないかな。あなたには今回の件でいろいろとご迷惑をおかけしました。終わんないなら終わるよ。もう俺ここで切るよねえ。どんぐらいで終わるだと。そういえば、うん、犯人だと疑われていたんでしたっけ。もう一回切っていいかな。もう第一章終わりだよ。もうこれ第一章終わりなんだけど、もうちょっと一旦切っていい。もうなんかこのまま多分10分ぐらいまだ続きそうな気がするんだけど、気のせいかな。結構無駄話しちゃうゲームだからこのゲームは。でそれに対して俺も一回一回なんか突っ込んじゃうからさ、多分これ10分ぐらい多分かかるから、ちょっとここら辺で一旦切るわ。じゃああざした。